待ってよ。これね、ゲームフリークの増田さんから DVD が送られてきたんですよ。なんだよこの14ケース。どういうこと？14、ちょっと待って、どういうことだったの今まで俺たちの無駄足だったの。これは外れってこと？増田さんからのものだから正真正銘のそうだね、アルフィエスを出してくるんじゃないか。さあ一体どんなポケモンのバトルシーンなのか。おお、かっこいい、すごい、すごい、すごい、きれい、あ、動きがなんかリアル。おお、すごい、アニメーションが、うお、すごい、おおおお、あー、あー、すごい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 。実は映画の特別前売り券で手に入る色違いのライコー、エンテイ、スイ君をポケットモンスターブラック、ホワイトに連れていくと、特別なバトルが発生して新ポケモンゾロアークを手に入れることができるのだ。そしてそのゾロアークは特製イリュージョンによって他のポケモンに化けて登場するぞ。ポケットモンスターブラックホワイトのバトルシーンやっぱかっこいいですね。それにしても特別前売り券でもらえる色違いのライコーエンテイスイ君、うん、こんなに密があったんだ。密だね、それこそマル秘だよ。はい、ぜひとも手に入れたいゾロアーク、そしてその進化前のゾロはなんと2匹ともポケットモンスターブラックホワイトで初登場となるのを覚えるぞ。まずゾロアはイカ様、相手の能力を利用して攻撃する技だ。そしてゾロアークは爪研ぎ、攻撃と命中率の2つを同時に上げる技、バトルで活躍しそうだ。なんだか面白い名前の技だね。ゾロアークを見に行くとスクリーンからポケットモンスターシリーズのソフトに幻のポケモンセレビーがやってくるじゃないですか。そのセレビーを連れてどこかの森に行くと誰か会えるっていう噂があるんですよ。いや、やけに盛り上げちゃってますよ、ね、やってください。今度こそしっかり調査してこい。いいよ、だからこの後森ですごい人